美しく輝く日本の女性たち、信念を貫く生き方だからこそ活力にあふれ、美にこだわるからこそ輝く人生を謳歌している。そんな美女たちの美の流儀を探っていきます。内田恭子のビューティフルライフ、美女の流儀。美眉アドバイザーの玉村麻衣子さん36歳。眉だけのメイクセミナーや執筆活動など、眉に特化した美容家として第一線で活躍しています。眉っていうのは顔の印象の8割を決めるパーツだと言われていまして、目鼻立ちがよりはっきりしたとか、あと顔が小顔になって見えるとか、顔の印象を左右することができる、まさに魔法のパーツが眉毛というパーツです。今でこそ美眉アドバイザーとして認知されてきた玉村さんですが、ここまでたどり着くにはある苦労が隠されていました。活動し始めた当初はアイメイクばっかりが注目されていて、なんで眉毛なのって笑われることもすごく多かったですし、誰も見向きもしてくれなかったんですね。そんな不毛な状況から脱するために編み出した美の流儀とは。ファッションに合わせて眉メイクを変えることです。Beautiful life。着る服装によって毎日眉メイクを変えているという玉村さん。今回は2パターンのファッションに合わせた眉メイクを教えてもらいました。まずフェミニンな服装に合う眉メイクは、形が直線ではなくてワイパーのように曲線を意識して動かすというところと、パウダーをメインで使ってふんわりぼかしながら描いてあげる、この2つがポイントになってきます。弧を描いた形とふんわり眉毛が柔らかい印象を引き出します。そして凛々しい服装に合う眉メイクは、直線的に描くためにブラシを直線的に動かしてあげる、そして眉尻をペンシルを使ってシャープに仕上げてあげるのがポイントになってきます。平行ではっきりした眉の輪郭が凛々しい印象となり、会議など自信を持ちたい場面に最適です。外見だけでなく仕草や表情も自然と変わってくるそうです。私にとって眉というパーツは、自分の顔立ちをより魅力的にすることもできる、まさに魔法のパーツです。なのでこれからも眉を追求し続けたいと思います。眉を制するものは美を制する。眉を毎日変えるという発想はちょっとなかったんですが、確かにちょっぴり変えるだけで雰囲気はグッと変わりますもんね。私もこれから少し意識してみようと思います。パッと見左右バランスよく描けてる人であっても、やっぱり自分では描けてないっていうお悩みを持ってる方も多いので、眉を左右対称に描きたいときは、こことここだけ押さえとけばいいっていうようなポイントに絞ってご紹介しています。こう真正面から見たときに左右のまず高さが合ってるかどうかで、もし違っていたら不要な部分をハサミやシェーバーでカットしてあげたり、足りない部分があったらペンシルやパウダーで描き足してあげたり、長さもこうペンシルを真ん中に置いていただいて、でここから左右の距離が合ってるかどうか、もし合っていなかったら気に入ってる方の眉頭に合わせて必要ない部分はカットしてあげたりするといいと思います。